大人の世界にこそ。はい、久しぶりのねマスショットというのもね、久しぶりというかマッスルフェス、前回ねまあちょっとマッスルフェスばかりでいい調子に引いて偏っちゃうってことで一回飛ばしの久しぶりのマッスルフェスですよね。私のね大得意としてる人気超人大森マッスルフェス来ました。はい、新超人ウォーズマン、絶望に、なんていうのこれ、絶望にはめるアリ地獄ホールド、ウォーズマンかな、あの超人オリンピックで筋肉マンにねパロスペシャル決めた時のウォーズマンですね。笑っているっていうね、この必殺技脱出不可能のパロスペシャル、友情アタックエンパイアエルボースタンプ、はい、ということでねウォーズマン来ました。はい、そしてあ、これはオメガマンアリストラ&オメガマンディクシアね。はい、そして筋肉マン&筋肉マンソルジャーリアルマッスルブラザーズ。はい、まあ前回飛ばしたことで結構ね持ってない超人がねいっぱいいますよ、うん、この辺からはまあ持ってるんですけどもね、あとあでもゴールドマンシルバーマンも持ってないから今回ピックアップは5体ですけど、持ってるのはこのバッファローマンのね悪魔超人シリーズ以外はみんな持ってないという感じになりますね。はい、じゃあというわけで、はい、まずはラインナップの方確認してまいりたいと思います。まあいつも通りね44連引きますんで150玉で14%、はいね、ウォーズマンが 0.39、はい、オメガマンアリストラのオメガマンディクシアが 0.29、はい、色違いが 0.1 でリアルマッスルブラズ 0.29 色違い 0.1、はい、こんな感じですね、はい、あとプリプリマンバージョンが 0.1、ゴールドマン&シルバーマンが 0.29、 ロビンマスク持ってる、悪魔将軍持ってる、筋肉マン&ケビンマスク持ってる、筋肉マン持ってるということで、上の本当のピックアップのみですね今回は。ただなんか演出が来たらかなり熱いって感じでね、このバッファローマン以外持ってないわけですから、まあほぼほぼ新規が来るというね確率が高くなるんで期待が高まりますね。はい、ちょっとね最近マッスルフショット自体がねあまりね、まあまあ私の個人的な事情なんですけど、デッドバイデイライトの方がちょっと忙しくてね今ね、どうしても6周年じゃないですか、6周年したらもうそれやるじゃないですかね、しかもねブラッドポイントいっぱいもらえるって言ったらもうそれはね石にかずりつくようなねもう勢いでもうむしゃぶりつきますよそれはね、おっぱいにね、何なんでしょう何なんでしょうじゃあというわけで、はい、じゃあいきますよ。はい、じゃあまずは44連の、はい、1回目いきます。いきなり来んのか、うん、溜まってるのか、おー、いきなり来たよ、ほらね、筋肉族戦闘スタイルでもうね早く引いてくれるの待ってたんです、グルちゃんもね、もうこの格好着てもうずっとこの格好で待ってたよみたいな感じでね、はいはいはい、嬉しいね。はい、早速ですよ、もう真ん中行っちゃおうかな、これはもう、はい、真ん中行きましょう。はい、これは来たぞ、いきなりもうピックアップ確定、1個2個3個4個4個もう4個、はいはい、ああ、え、違う、これじゃないよ。これピックアップじゃないよ。はい。え、これ止まるか？待って、ってことは、これか、ケビン&マンタロンが、のやつだな。これ今のマントの意味は。そっか、あ、ピックアップ、まあ、ピックアップはピックアップか。0.29 ですからね。はい。というわけで4体出ましたけど、まあ、ちょっと新規は出なかったということで。はい。まあいいのか悪いのか。まあ演出が出たこと自体はね、悪くないですよ。うん。いい流れじゃないでしょうか。はい。じゃあというわけで、間髪入れていきますよ。2回目。2回目も演出来ちゃうのかな？どうなのかな？いきます！あー、まあさすがにね、2回目は来ないか。はい。やっぱり真ん中ってなんかちょっとね、あまりいいイメージがないんで、首投げいこう。はい。はい、まあ最初でもね、4体も出たから、まあ1体ぐらい出てくれれば。1個 !1 個、はい、うん。ああ、これは、
これのみだろうな多分、うん、確率的にも言ってもね。はい、お、止まったよしよしよし、儲けもんこれは、うん、まさか出ると思ってなかったんで、これは。そしてそれがミートくんだ。ミートくんね、はい、昔のミートくん、はい。というわけで、はい、2体出ました。はい、4対2体と、まあ、そんな悪い流れではないと思います。まあ、ただ、この中だとね、やっぱりね、ウォーズマン、あとはゴールドマン&シルバーマンあたりもね、持ってないんで欲しいとこですけども、ね、33年、これで150玉。最近、超人玉貯めるのもなんかね、まあ、そういう風にして他のゲームもやってるせいもあるんですけど、なかなか貯まらなくてですね、ちょっと、まあ、難儀してる状態なんで、やっと150玉貯めたような状態なんですけども、はい、では33年いきましょうか。はい、いきますよ。33年、どうなんだ、うん、溜まってんのかい。あー、ないか。はい、どうしようかな。リベンジャー、はい、いや首投げ、やっぱり。あれ、ちょっと待て、指が動かねえぞこれ以上。首投げ、いけ、そっち、あ、行かねえ。やばい。手離れないぐらいだった。そっちなんだよ。もうちょいそっち行かねえかな。あ、ダメだ。もう指離せなくなっちゃった。あれ、ちょっと待って。これで戻すってできない。戻すできないんだ。あー、ダメだ。真ん中か左しか選べないんだ。で、左、はい。そっか、もう指ちょっとあれだったな。あー、一個だ。一個。いやー、今首投げしたかったんですけども、ちょっとね、かといってもう一本の指を出すっていう勇気もなかったから。あー、モアイド、はい、はい、あ、やっぱり K ポイントが保っちゃった。というわけでサービスガチャね、44連、最後は星ご長寿1体保証の11連ということでね、1体は保証されるんですけど、まあちょっと新規超人が今回出てないということなんでね、なんとか最後演出も来てくれたら嬉しいね。さらにね。はい。さあ、どうなんでしょうか。いきます！ラスト44連来い！来ないか。来なかったぞ。ラストどうしようかな。真ん中行こう。はい。ラストのみだけはやめてくれよ。もう1点ぐらい、なんか金来てくれよ。1個 !2 個まあ、よかったかった。ラスのミュウリはマシだね。はい。はい。で、止まるかどうかだよ。止まるか。あー、やばい。あ、でも、いい。あー、止まる。ここで止まるの？ここで止まる。でも、あれ、いいロビンですよね。最近の。はい。持ってっけど。あー、ユイクワイフェニックスマン。はい。で？あー、止まったよ。なんだ？あー、リアルマッスルブラザーズ来た。よっしゃー、はい。というわけで、まあ、最後の最後に来てくれましたよ。はい。筋肉マード、筋肉マンソルジャーのリアルマッスルブラザーズ来たねー。嬉しいねー。はい。まあ、今回の新規超人ではなかったものの、ね、ピックアップ、お肉超人ですから。ね。そして、何気に、うん、これも、ね、ロビンマスク。ね。これもまあ私、新登場の時にもう引いちゃったんですけども、非常にね、友情も強力で、まあ強いロビンなんでね、これは、うん、嬉しいね。はい。じゃあというわけでまず何体出たか、ちょっと確認しましょうか。はい。今回、44連で10体ですね。スプリングマンからなんて。10体でした。うん。まあ見てわかる通りなんですけども、モアイドンとかそろそろ来ないの？これ。これ、この超人にさ、絆の底力与えて、なんかいいこと、あ、モアイドンじゃないですか。モアイドンでゴーレムマンですか。でも名前すら間違ってた。モアイドンってなんだっけ。このね、超人に絆の底力与えたところでね、誰が得すんだいみたいな感じでね、多分ね。議論の対象にもすらなってないような超人でしょう、きっとね。まあ、10体ということで、まあ、しかもね、お肉超人、リアルマッスルブラザーズ、ロビーマスクと2体出ました。あ、で、まあ、ケビン&マンタロンもね、お肉超人ですから、3体ですよ。まあ、結果的にはね、そんな悪くはなかったと思います。っていうか、良かったですよ。ね。数もまあ、10体ですから出ましたし、
ね、お肉超人3体出るということで、うん、やっぱりマッスルフェスはね、私ね、非常に相性がいいガチャみたいです。はい、じゃあというわけでちょっとね、あの超人玉なかなかたまらないような状況というか、うん、まあそろそろね、デッドバイデイライトの方のイベントもね、今日本日で終わりということで、他のゲームにもね、避ける時間も増えてくるのかなと思いますんで、マッスルフェスのマッスルショットの方も頑張りたいと思いますんで、はい、頑張っていきたいと思います。はい、じゃあというわけで本日は人気超人大盛りマッスルフェスの方引きましたね、いい結果だと思います。はい、ではまた次回もよろしくお願いします。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ではさようなら。